言われてましたもんね。何倍1回飛ぶと2度ぐらい痩せるって言われておりますけれども、それぐらい体力を消耗して水分もなくなると、こういった過酷な方でもアクロバットを見せてくれております。オープニングからプロやパイロットをやってくれますね。はい、翼を振って皆さんにご挨拶をしてくれております。降りられたんですけど、見事バッチリポイントは出しますね。皆さんの真ん前に着地をしてくれ、そんな感じでしたね。はい、さあ見事にふわりと着地してくれましたね。すごい暑かったですけどね、このぐらいがずっと続いてくれると本当にいいですよね。グライダー日和でもありますし、飛行機日和でもありますし、観戦日和でもあって、そうですね、今日はいいでしょう。まあ、とはいえね、まあ、熱中症なんかもありますから気をつけて、あの、ね、皆さん特に地域の皆様はね、あの、はい、水を水分を取るようにしてください。そうですね、はい、今着陸です。主翼上にスポイラーを立ててまして、着陸はしてきました。ふわっとね、非常に綺麗にふわーっと降りてきましたけど、ご挨拶してあげてください。そして今、あの、サンシャインのね、バイクらしい自動車といいますか、すごいのが言ってますけど、これトランクではなくて自動車の分類になりますから、ヘルメットなしでも乗れると。それから、あの、普通自動車の免許で乗れますので、まあ、誰でもこういったハーレーの雰囲気を味わえるといった、あ、そういったモンスターバイクですね。向こうに行ってまたぐるぐると会うんでしょうね。皆さん、自分はこれがいいっていうね、そのあたりのこだわりなんかは聞いてみたいなと思いますけどね。あ、すごい、ボスとかいいですね、ボス、かなりメカニカルな感じの、すごい、一番後ろの、あの、ね、緑色の旗のパールをね、はい、初めて私たちが安全に暮らせると、この一番に電気をつけられるんでしょう。仕事でも安定して動きですよね。これだけね、やっぱり、あの、相当な訓練を積まないとこれぐらいにはならないでしょうしね。コックピットから見える、相当訓練を積んでるんでしょうね。これだけのね、ぐるぐる回りながら機動性を発揮してくれておりますけど、ヘリコプターで一番難しい演技っていうのはね、さあ、そして体勢ととのい、さらに加速していくフーミーでオール、長いホームストレートのこの技はできない。
Yeah.